ドージェはイタリア語で国家元首を指す言葉の一つでベネツィアの元首をはじめジェノバ、ピサなどの海洋共和国の元首のこと。総督、統領と訳されることもある。ドージェの語源はラテン語、ルクスでイタリア語、リュッカやイタリア語、ルーチェと同じ語源である。また、ドージェの妻はドガレッサと呼ばれる。初期のベネツィア共和国ではドージェの選任方法は 明確には定められておらず、有力な家門から選出するという慣例があるのみであった。それゆえに、初期のベネツィアでは、同時が自身の血縁者に後を継がせようとする傾向が強かった。そこで、同時が世襲制となることで、共和制が崩壊することへの危機感から、同時が後継者を指名することを禁じる法律が制定された。1172年には、 同時は40人の委員による選挙により決められることとなった。この委員は代表議会から選ばれた4人により選任され、この代表議会は12人の委員会が毎年任命する。1229年に支持が20対20となり、決着しなかったため、これ以後、委員の数は41とされた。1268年に制定された選挙方法では、 まず30人の委員が9時により代表議会から選ばれる。この30人はさらに9時で9人に絞られ、この9人が40人を選び、そしてその40人は9時で12人に減らされ、その12人が25人の委員を選ぶ。その25人は9時で9人となり、この9人が45人を定める。45人は11人に絞られ、この11人が 実際に同時を決める41人を選任するのである。この複雑な制度のために有力家門といえども同時の位を自由にすることは難しくなった。この制度は1797年の共和国滅亡まで維持された。ジェノバ共和国では同時は普通選挙で選ばれたが1528年の改革でプレブスの投票権が剥奪された。ベネツィア共和国のドージェは ドージェだけが着用を許されたコルノドカーレと呼ばれる後部に角状の突起がついた独特の帽子をかぶる。ありがとうございます。